京都大医学部附属病院、京都市左京区、で昨年9月、調剤ミスで当時60代の女性患者を死亡させたと。して、京都府警は23日、同病院の薬剤師だった男女2人を業務上過失致死容疑で書類送検した。書類送検されたのは、大阪府茨木市の大学院生の男性、32、と札幌市北区の無職女性、38。容疑は、京大病院でミネラルの一種、記事全文を読む、